はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト 4DLC 第3弾ファーハーバー続きやっていきます。現在地は、ファーハーバーの、最初の町のお隣の、ロングフェローの山小屋、ロングフェローが提供してくれたこの拠点を少し開拓しています。連邦の方からプロヒージョーナーだっけな。それを、供給ラインを結んだので、ワークショップをこっちでも共有化できるようにして、多少、電気を送ったり、街灯を建てたり、で、ロングフェローもいると。で、驚いたのが、連邦の拠点に比べても、かなり広いエリアを開拓できるそうで、こんだけ広いエリアを自由に家建てたり、畑作ったりできます。だけど、ちょっと、ファーハーバーのこの景色とか気候自体がこういう霧がかってる場所だから、そんなに綺麗には作れないけど、あんなところに家を置いてみたり、ああいうところに置いて天気が良かったら景色がいいんだけど、霧しか見えないと。で、クエストの方は、前回、アカディアというところで、家出少女を見つけて、そして、ニックのことを知るディーマっていう人造人間がいたんだけど、家出少女曰くそのディーマがなんか怪しいと、ファーハーバー乗っ取ろうと企んでるだとかいろいろあるらしくて、そのちょっと怪しい思惑をちょっと調べるために、いろいろオプションクエストがあって、これだ。ハッキングするなり、保管室に入るなり、ディーマに直接話してみたりと、いろいろ調べる手法があるらしいんだけど、ハッキングをとりあえずしてみたい。というわけで、アカディアに、もう一回行こう。アカディア到着。なんかいくつかの、目的地アイコンがあるんだけど、暗いな。ここにディーマとジョシュっぽいファラデーって人がいて、目つぶってる。チェイス？こんな人いたっけ？ここで霞を追跡したの。すごい。静かで効率的とはあまり言えないようだけれど、彼女が危険らしい危険に遭わなくて感謝しているわ。残念だけど、あなたの旅は無駄だった。何ですと？ターミナル。彼に直接話しかけるのもいいけど、こっちにターミナルある？これかな？マスター。マスターといえばレベルを上げたからマスターのハッキングもできるはずだし、そして主人がハッキング、マスターのハッキングができるなら、ニックでもできるはず。おい、話してくれ。できるかな？あのターミナルを解除できそうか？了解。お願い。俺も違うわ。どうぞ。お、できた。どれどれ、情報を探っちゃおう。西。長い。チルドレン・オブ・アトム。なんか情報ゲット。待って、なんかあった。ダウンロード。データごと引っこ抜いちゃう。OK。チルドレン・オブ・アトムってあったな。霞に報告する。地下にいるか。いた。ディーマの最初の記憶はチルドレン・オブ・アトムの手元にある。奴らが何を見つけ出すか不安に思っている。じゃあ、あの死のイメージはそういうことだったの？
ディーマが島を破壊するつもりだったというわけじゃないのね。チルドレン・オブ・アトムがそうするってことを心配してるのね。それともまだ何か隠してるのかしら。捨て去ってしまうなんてどんな記憶なのかしら。中にそんなに危険なものがあるの？中に入る手立てはある？記憶の中にチルドレン・オブ・アトムをやり過ごすっていうのが前提だけど、少なくともディーマはヤバいやつではないのかな。ファラデーのプログラムのこと。ファラデーとディーマが作ったプログラムがある。メモリーバンクにアクセスさせてくれるらしい。本当？どういう仕組みなの？あの人がここに置いてるコンピューターを覗いたとき、ディーマは椅子に接続してた。ちょっと侵入してみただけよ。同じようにしないと古いバンクにアクセスできないのかしら。頭とコンピューターの接続が必要とか。きっとそれよ。そしたらファラデーのプログラムがディーマの考えやデータを翻訳してくれるんだわ。保護しているセキュリティを通過させてくれるのよ。ごめんなさい、想像でしかないわ。ただちょっとワクワクするじゃない。何か見つけたら教えてね。こっちの状況に目を光らせておくわ。心配ない。ディーマの記憶を手に入れる。他のことはそれから考えよう。幸運を。ん？500キャップゲット。 Where you belong 完了。選ぶオプションによって目的地変わったのかな。バレンタインが喜んだ。ベストレフトフォアガートン。ディーマのターミナルにアクセスする。ディーマの初期メモリーはチルドレン・オブ・アトムの手中にあることが判明した。そのメモリーにアクセスして内容を知る必要がある。チルドレン・オブ・アトムが関わってんだ。場所は、あ、遠いな。というか、まだこのファーハーバーの全域全然探索してないから、この辺もファストトラベルできるようにしておかないとな。気になったのが、ここファーハーバーのはずなんだけど、右下の表示が島ってなってるんだけどな。これファーハーバーだよな。島。じゃあ、最初に、この辺から順に行くか。オールドポンドハウス。外に出よう。ここは霧がかかってないから、わりかし景色がいい。あっちだね。道なりに歩いていくとか、できないから、もう直接このまま、崖降りてこう。これは前回手に入れた武器、ツーショット44ピストル。使ってみよう。こっから下も全域に霧かかってるしな。え、もしかしてそんなに遠くはない？あと70メートル。よいしょ。ライトつけても暗いな。ん？誰かいる。トラッパー？敵じゃないかな。スナイパーライフルがあるんですね、こっちには。で、これサプレッサー付きだから、あっちにもいる。なんか撃ったぞ。バレそうにないやつを撃っちゃいたいんだが、あそこに一人でしょ。あそこにいたトラッパー中に入ってった。こっちやっちゃおう。あ、動いちゃう。背を向けたならこっちやれるかな。警戒してる、警戒してる。 OK。 ん？バレたか。まだこっち側に気づいてないな。デンジャー状態じゃない。で、これは誤訳の損傷の原因。わけがわからない。ん？あ、いるな。あ、まだこっちに気づいてない。
木の裏にいるな。え、まだ気づいてない。バレた。武器切り替え。OK。若干ダメージが多い。肉か。まだ敵いる。いた。ゲイ。これで全員だね。で、ここがオールドポンドハウス。もうちょっとステルス値、もうちょっとっていうか、多分ステルス値のパークに関するものを何一つ挙げてないから、そうすれば見つかりにくくなるのかも。あれはいただいていこう。もらえるものは根こそぎいただいていきたいけど、ここの倒した、いたいたいた。この家には何かある？何もなさそうだけど。あ、技術資料、肉があるけど取れない。ここ2階ある。何もなさそうだね。3階もある。あ、ロフトスペースか。あ、そうだ、忘れた。一旦回復して、そしてメッド X 使わないと。放射能まみれなんだった。それじゃあ向こう行こう。なんだろう、そんなにマップ、まあピップボーイから見たマップは結構広いけど、実際はそんなに広くないのか。サウスウェストハーバーに寄ってから行こう。あ、でもすぐここかも。よ、敵がいそうな雰囲気があるな。いない？明るいんだけど。いないか。パッツに引っかかんない。普通の武器。こっちだね。ん？待て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 。待って、上にできる？あ、頭じゃない。ん？タレットがある。敵いるね。ドンパチってこうか。ここ普通の人がいる場所じゃないんだ。おろつき連中たちがいるんだな。無慈悲なトラッパーで、なんか名前が変じゃないか。お、ここにもいるじゃ ん。だがバレてない。あ、バレた、バレた。 OK。 あ、こっちにもいる。グレネード、ん、間違った、これベルチファードのやつだ。グレネード、どうだ、もう一人。うん、待って待って、一瞬でダメージ受けた。リロード。え、待って、何持ってんだあれ。ハープーン、ハープーン持ってんの。リロード。ハープーンは危ない。オッケー。
すげえでけえ武器持ってる。ハープーンガンいただいていこう。まだ銃声がするんだけど、もういない？あ、いるよね。マシンガンタレットで、右にもいる。お休み中でしたか。無慈悲なトラッパー、硬いな。オッケー。おっと、グレネード。ん？伝説か。クリティカル。伝説の無慈悲なトラッパー。出て出て。あたいよ。よし。何をお持ちかな。60秒ごとにスティームパックを自動的に使用する。あれ、自動っていうのは自分の手持ちから勝手に使うのかな。タレットがある。痛い。オッケー。あ、ジュークボックスが倒れてる。あれだ、いろんな性格のトラッパーがいる感じか。よし、近接。よし。ではな、さっきから気になってんだけど、このエンガンアーマーとはなんだ。エンガンアーマー回復して、これでここは制圧かな。あ、ハープーン持ってる。ハープーン弾少ないけど強いかも。さて、メット X が切れたからメット X 追加して、よし、じゃあアイコン消してニュークリアスってとこ行ってみよう。あ、本当天気も悪いし、瓦礫だらけだし、メット X 使わないと放射のダメージも受けるし。あ、なんか燃えてる。ん？待て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 、なんだあれ。待て、フォグクローラーってなんか別クエストで倒すってなんかなかったっけな。で、セーブして、襲われるってもう分かるから、薬物薬物薬物、最後ジェット、よーし、よーし。でこうやって、あ、全然減らない。クリティカル、全然減らないが、全く減らないわけでもない。リロード、アングラー、ファーハーバーでいうデスクロー的存在か。倒した。生フォグクローラーの肉。肉？料理できるの？でっかい白骨死体。この船の中入れるのか。あー、待って待って待って。この水放射能すごい。で、もうすぐそこっぽいんだ。あー、待って待って待って、もうすぐそこっぽいんだけど、メット X 使おう。メット X 需要が高いな。待って待って待って、なんでこんな放射能汚染物質が。ここだね。なんで入り口にも汚染物質が。ニュークリアス。こんなことをしてはダメだ。こんな心身。私はグランドジーロットだ。今お前たちの献身は疑われている。信仰を証明しなければならない。どちらかは復帰してもいいぞ。もう一方はアトムの元へ戻れ。
リヒター馬鹿げてる。我々にそんな期待をするなんて。うん？他に何かあるの？いやもういいぞシスター。ありがとうグランドジーロット。なんでこうもあなた方は。いやまあ殺したこともあるけど頭部が寂しいんだ。ガンマ戦銃。おい、ここで何をしてる？ファーハーバーのものか。ファーハーバーはホロフィロってあるんだけど連邦から来ましたよ。安心してくれ、ファーハーバーとは関係ない。連邦から来た。うん、かなりの長旅だな。ここで何をしているのか説明してくれ。アトムの子になりたいのか？参加したい。なんか以前の動画でもチルドレン・オブ・アトムの人に会って参加したいってなんか志願したような記憶もあるけど、何があったか聞いてみるか。尋問を受けていたあの二人は一体どうしたんだ？忠誠心の問題だ。お前とは関係ない。さてアトムの信者になりに来たのでなければ立ち去るがいい。中に入れてほしいんだけど、参加したいって言ったら入れてくれるかな？興味がある、入れてくれ。誰をファミリーに入れるかはアトムが決めることだ。儀式を受けてもらう。お前の価値を証明するんだ。儀式？アトムが求めることをする。わかった、アトムが求めることをしよう。神に認められるといいかな。ここからそう遠くないところに小さな泉がある。そこから飲め。導かれるままに従え。戻ってきたら信者になるか話し合おう。なるほど。ビジョンズ・イン・ザ・フォッグ。目的は決してチルドレン・オブ・アトムに参加するとか信者になるとかじゃなくて、ディーマの情報を探りにここに来たんだけど、ああ今入ったらまずそうだな。見られるもんな。ならおとなしく信者になるか今は。泉の水を飲む。場所はそんなに遠くない。水を飲んでくれば、水を飲めばいいって言うけどさ、この辺全部汚染されてんじゃないの。ほらもうすでに汚染やばいんだけど。てか足元にも汚染物質があるんだけど。もうすぐそこだと思うんだけど、このまままっすぐ。待って、敵がいる。ガルパ。この戻るっていうのはおそらく誤訳で、バックを別の言い方で背中って言うんだけど、多分背中と戻るを翻訳し間違えて戻るってなってるんだと思います。バッツが溜まってないから直接撃って、もう一体いる。ん？なんだ？ノルパ？なんだノルパって文字がおかしなことになってた。ないぞ。さああと70メートルほど。できればこんな汚染水飲みたくないんだけど。ん？あ、これ絶対飲んだらまずい色してんだけど、これ飲めばいいの？てかもうすでに汚染が飲めばいいのね。いやちょっと待って。うん、あれこれじゃない、これじゃない。ちょっと汚染がすごいってば。あ、これか。ん？なんだ？待って、放射能がすごい。待って、視界が。人影を追う？え？何？あ、誰かいる。ん？幽霊のような人影？誰？え、待って、誰？おい？こんに
ちは。アトムの王国チルドレンの土地。この人についていけばいいの？ちょっとその前にさ、ただの放射の汚染物になってしまう主人公が。メッド X 使おう。おお。これ今どの辺歩いてるんだ。ニックついて、あれニックがいない。おお。どこまで行くの？聖地を調べる。そこ？ここが聖地ですか？あ、ニックいた。そっか、ここか。ちょっと聖地巡礼に来ました。あ、待って待って待って、グールいる。おお、グールがいる。リロード。痛い。で、聖地にグールがはびこってるんだけど、むしろ見張ってほしいのはこっちなんだが。痛い痛い。レベルアップ。グールがたくさんいる。でも放射の物質ありすぎじゃない？ちょっと。ああ、こん中入ればいいのか。開ける。ん？物資を解除する。これか？パスワードがいる。近くに手がかりがあるはず。パスワード？パスワード。ここもすでに汚染されてるんだが。神聖なエレメンツ。これは、これもなんか、どっかで見たような、500とかじゃなくて、いや、500なのかな。これは決して最初からこういう風な文字を予測して書いてあるものとかじゃなくて、文字化けしてんのかな。うん。これはね、高橋をまたミニ入力で打ち抜かないといけなくなっちゃうな。何が書いてあるのかさっぱりわからない。鍵が必要って言われてもな。フュージョンコア、フュージョンコア4つもあった。キャビネット、焼けた本、血液パック。グールが何か持ったりする？持ってない。ここになんかさ、元素記号の表みたいのがあるんだけど。M、THE。 あ、これか。マザー、パスワードか。マザー。あ、ここにある元素記号は何でもない。ここどっかにニホニウムが書いてあったりはしない。しない。これマザーって打ち込めばいい。ドア開ける。像を回収する。これか。すごい。すごい。母の像。グランドジーロットの元に戻る。これでオッケー。アトムの聖堂からのメモ。この銅に対アトム考えるもとで知る彼の、なんて書いてあるかわかんない。これで儀式は終わり。
あ、視界が元に戻った。グランドジーロットの元へ戻る。これでとりあえずは信者の仲間入り？よし、じゃあ今回ここまでにしようかな。そのリーマの情報を探るためにも、まあ、そのニュークリアスってところ多分仲間になんないと入れないところっぽいから、まあとりあえずこれで仲間ということにしてもらって、じゃあ次回ニュークリアスに入って情報を探ろう。じゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。